ゴンさんです。空き缶、おじさん。なんか今こういうビックリマンシール風みたいなものって作れるんですかね。なんか流行ってますよね。そしてこれはね、居酒屋でもらったんですけど、こちらをね、もらったんで今回はこれを紹介しようと思います。いやー、ついに届いた。嬉しい。アップルウォッチをね、もらいましたっていう風に YouTube 上げたんですけれども、まあ、それを見てですね、こちらプレゼントをしていただいたんですよ。何なのかっていうと、じゃん、アップルウォッチのエルメスのバンドですよね。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。前にですね、ボッテガのエアポッツのケースをプレゼントしてくれた青戸の兄貴からのプレゼントです。早速ですね、開封していこうと思います。おお、エルメスですね。いや、なんかすごい。ケースがもう、すごい上等ですね。アップル、エルメスって書いてますね。高級ブランド品は、パッケージも綺麗ですよね。そして、ベルトが、おお、オレンジ。今つけてる純正のやつもオレンジなんで、すごく似てますね。エルメスオレンジすごい綺麗なんで、いい感じですね。裏もね、ステッチがしっかりとしてあります。早速ね、つけてまいります。純正もね、これ結構ね、ナイロンでシンプルですけどね、悪くないなと思ってたんですよね。はい、取れました。取れましたので、つけてまいります。いや、これ逆だ。逆につけてしまいました。オッケー、これでいいんじゃないですかね。これでオッケーかな。おお、こちらエルメスってちゃんと入ってますね。ここにロゴが。付け心地も最高にいいですね。はい、ということですね、今回からこの Apple Watch Ultra エルメスのバンドを装着して使用していこうと思います。 Apple Watch をね、買ったらですね、バンドって本当いろいろあるので、まあ、何かしらね、チェンジするのも楽しみ一つだと思うんですよね。ハイブランドって言ったら、エルメスとかベルルッティとかコッホワイトとかディーゼルとかね、いろいろあるんですけれども、エルメスってアップルウォッチの初期の頃からもうコラボしてあるんで、ハイブランドのバンドって言ったらエルメスっていうイメージがね、強い人も多いと思います。僕自身もいろいろあるってそんなには知らなかったんですけど、調べてみるとマジでいろいろあります。ただね、どれが欲しいかっていうふうに考えたら、やっぱエルメスが自分本当に欲しかったので、やっぱ青戸の兄貴分かってるなっていうふうに思います。ありがとうございます。エルメスもいろんな色とか種類があって、で、中にもですね、ドゥブルトゥールっていうものとシンプルトゥールっていうものがあって、ドゥブルって多分ね、ダブルで二重巻きってことですよね。おしゃれはおしゃれだと思うんですけど、このシンプルトゥールっていう一本の方が使いやすいと思います。アップルウォッチ多分ね、今つけてる人で言うとロレックスとかね、リシャルメルとかオメガとかボードのピゲとか、まあ、いろんな時ありますけれども、アップルウォッチつけてる人が多分人口的に一番多いと思うので、まあそんなね、アップルウォッチをこうやって着せ替えしてですね、まあ、これから愛用していこうと思いますので、おしゃれな感じがして嬉しいです。もしね、アップルウォッチ買ってですね、バンドを変えてみようと思う場合はエルメスね、おすすめです。それではありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、そしてですね、たまたまなんですけど、こちら、エルメスのですね、多分ね、ボディクリームももらったんすよ。こちらもね、開けてみようと思います。エルメス。ボディクリーム。ボディクリーム。まあ、冬場とかいいかもしれない。あ、でもかっこいいっすね、普通に。なんか、かっこくないですか？ラグーナの庭、モイスチャーライジングボディローションって書いてます。ラグーナの庭って何すかね？開け方がわかんないです。まあ、使ってみようと思います。ありがとうございました。こちらですね、ひろいさんにもらいました。